種も仕方もありませんみたいな感じで、で一番簡単のが左手の上に、左手を広げて左手の上にスル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 と乗せる、左手の上に乗せる、このぐらいだけ残す。で、ここでしっかり握っときます。ここ、下げなくこっち。こっちの工場いながらね、ちょっとまだ出てたら、ちょっと上上げるもんですよ、流れからね。で、こう釣り竿を入れたところで、こう、するで。おー。で、これを釣り竿を入れる。でちょっと長すぎると今のようにちょっと長いかな、戻ってこないもん、うん、ちょっと長いかな、もうちょっと握っとって、で今のちょっとやったんですけど、私は鯛出しますんで、もうちょっとこのぐらいね、はい、このぐらいねしっかり持っててください、ね、はい、で、はい、ごとにさ出してください、さタイがお海を泳ぎおります。餌を見つけました。あ、はい、なるほどなるほど、釣られたこんなこともしたり、こんなこともしたり、高松駅の前だったらちょっと一日結構稼げそうです。大道芸でね、今瀬戸芸で海外の人多いから、ここにこうカバン一つ置いとけば、見たことないと思う。ちなみにさっきの海外、ここ向きがあるんですけど、ここ点々がね、自分の方なんですよ、はいはい、でここまでね、はい、でこっち返す、はい、でここの下も、はい、でこの時ここを出すんですけど、いっぺんに思い切って出さない、ちょっとずつ、適当に上向けてね、上向けて、うん、上向けて、うん、ちょっと待って、ちょっとやってみようね、こういう風にしてます。こうやったら絶対糸は出ていかんから、これでさりげなく、でかいな、これでこう交差する、あ、魚ですよ、なるほど、すごい、元に戻ってこる、これをテンションかけるのが一番、魚もそれぞれうまいです。このねじったところを元へ返してやれば欲しい、なるほど、ありがとうございます。いいや、もういいですか、はい。